芸能、爆笑問題、スタッフ細胞をめぐる報道に、我々もわかんないからね。11日放送のラジオ、火曜準9、爆笑問題カーボーイ、で爆笑問題が、スタッフ細胞をめぐる報道に言及した。理化学研究所の小保方春子さんらが、英科学誌、ネイチャーで発表した新型の万能細胞、スタッフ、細胞、の論文について、不自然な画像が使われている可能性があるなど疑惑が持ち上がっている。こういった流れを受け、11日には同研究所が論文の取り下げを検討するなど、異例の事態となった。爆笑カーボーイ、でもこの問題を取り上げており、爆笑問題の田中裕二は、ほんとなんかね、シュンとなっちゃってるよね、全体的に。浮かれたマスコミたちが、などと、論文発表時のマスコミの騒ぎようを揶揄した。相方の太田光も、浮かれましたけど、我々もわかんないからね。だからといってさ、間違いはあったとしてもさ、それは何も別に、浮かれた方が、ね、と、今回の騒動をめぐる報道を振り返った。さらに太田は、間違いは誰にだってありますよ。だけど別に、それはしょうがないでしょう。騙そうとしたわけではないわけだから、と小保方さんらを思いやったが、これに田中は、そうだといいけど、わかんないじゃん。実際は、と指摘。続けて、それこそさ村ごうちさんの話とかっていうのは、わかりやすいじゃない。騙そうとして、と、メディアを賑わせた、別人作曲報道、と比較して、今回の騒動のわかりにくさを語った。スタッフ細胞について田中は、結局、すごい、って言った時もさ、本当の凄さがよくわかってない、と語り、あれが、もしかしたら、実は間違ってたかもしれない、って言ったって、その、間違ってる、のも俺らはよくわからない、と語り、太田も、ほっといてって感じ、と、門外漢であるマスコミの過剰な報道に違和感を呈した。この情報は、ライブドア、ニュースを参考にして、棒読みちゃん利用し制作しております。